なくしありがとう。今日も可愛いね。なんとなく。あ、本当ですか？元気になる。サイン会当たりた、応募してくれるの？雪の消しありがとう。サラ花がまとまってて助かる。雪の消しありがとう。さっきね、サラの配信で、ユアニアも撮ろうか悩んでるって書いてたの見たよ。雪の消しありがとう。ハートありがとう。私もよく似合ってる。ありがとう。キュンキュンラブリー。こんにちは、ハナナ。雪の消しありがとう。雪の消しありがとう。今日の一応とかありがとう。もう梅雨飽きた頃か、飽きてないよ。雪の消しありがとう。ありがとう、応募してくれるの。雪の消しありがとう。おかしい。大谷さん似てますか？本当に嬉しいな。だったは残念だったけど。ね、そうね。他の子の配信見てるよ。雪の消しありがとう。2月3日、ありがとう。キンキンラブリー、雪の消しありがとう。花のサイン欲しい。あ、嬉しい。雪の消しありがとう。今日も可愛い、ね、ありがとう。こんばんは、それはちゅう。今日も可愛いね。雪の消しありがとう。プレゼントありがとう。キュンキュンラブリー。さやちゃんと花ちゃんとやにゃんはちょっと、あ、ほんと嬉しいな。みんなにでも、なんでですか。ゲージ、ね。こんばんは。ね、正規メンバーの方と一緒でしたね。花ちゃんのサイン会、推しがいないから。サラハナ一緒だね。そうだね。今日の公演のシングルの発表。え、わからない。どうなんだろうね。でも9時に発表されるってことは知ってましたよ。雪の騎士ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。雪の騎士ありがとう。洋服に気を使ってね。黒色の方がいいってこと？花のサインが、そうだよ。雪の騎士ありがとう。服装も大事、確かに楽しみだね。キュンキュンラブリー。今日はね、飲み物のラベルを剥がさなくていいんです。なんでかって、セブンイレブンだから。ゆっくり騎士ありがとう。こんばんは。これさ、見てよ。これ今日さ、つけようと思ってたんだよね。だけどさって、あ、わかった。今日、って大きいです。サインコメント書いたりしますか？はい、多分わからないです。すごいメンバー、それな。キラキチありがとう。お、前が見える。キラキチありがとう。PB って何ですか？キュンキュンラブリー。モブの返信無視になって通知。危ない。キラキチありがとう。キラキチありがとう。ハートありがとう。キュンキュンラブリー。ハートありがとう。ほら、見てよ、これさ、やばいんだよ。こんなのさ、普通にさ、お出かけでつけられなくて恥ずかしくて取っちゃった。それで分かる。ああ、分かった。今日めちゃめちゃ可愛い。そう、メイク今日ね、しっかりしてる。あなた、ありがとう。そう、ティアラみたいでしょ。12キロ、ね、あるといいよね。サラの財布ティ、あ、たまたまね、偶然ね。でもよかった、伝わって。メイク可愛いね。ありがとうね。メイドっぽい。ほんと？キンキンラブリー。可愛さが、ほんと？こんにちは、ななあ、プライベートブランド。かわいい。今日はのうちね、はい、ありがとう。かわいいさー、そういう好きで。え、違う、これはね、つけて歩こうと思ったの。だけどね、ちょっと恥ずかしくて撮った。かわいいでしょ、これ。いい、ありがとう。こんばんは。すどは、そうそう、はね。夢の国なら言う。確かに。雪の消しありがとう。お姫様、そうなの。雪のさ、お姫様みたいでしょ。フライング涙はまだですか？どういうこと、どういうこと。雪の消しありがとう。花さん、こんばんは、こんばんは。ルーフォローして、配信後にメールも、ありがとう。恥ずかしい。つけなかった。洋服も来い。ありがとう。雪の消しありがとう。ここ、はちゃんから花ちゃん。え、下地味じゃないですよ。え、このカチューシャ高かったよ。2000円ぐらいした。いいよ、全身見せてあげる。
そう、このカチューシャめっちゃ可愛いですよ。めっちゃ可愛いんだけど、電車の中でつけたり学校につけてくのはちょっと恥ずかしいですね。そう、大きいハートです。あ、正解、メリージェニーです。メリージェニーだよ、上の服は。下の服は忘れちゃったけど、スカート長いよ、可愛いでしょ。そう、新品の洋服、そうそうそう、キム可愛い、ありがとう。そう、雪みたいでしょ、スカートの緑と。そうだね、雪の化粧ありがとう。アイドルの衣装と合いそう、これそう、個別、そうそうそう、そういうのでつけようと思った。もう使い道がそれ。キュンキュンラブリー、雪の化粧ありがとうね、いっぱい、こんばんは。キュンキュン、そう、雪の女王みたいになったので。でも多分ね、こういうのだったら可愛かったですね、普通にこういうのなら可愛かったです。これにしよう、今日の配信は。2月はまだ寒いから今日の洋服、いや、これでもね寒かったですよ。だから2月寒い、もっと寒いかもしれないから、他ね、もっと分厚いのになるかも。雪の化粧ありがとう、雪の化粧ありがとう、こんにちは。ななそうね、東海握手会ね、大事だよね。雪の化粧ありがとう、お仕事で使います。猫耳のカチューシャ、そうだね。雪の化粧ありがとう、こんばんは。寺かわいい、ありがとう。明日はもっと寒い、やばいよね本当に。今日やばかったもん、もう今日やばかったよ本当に。こんにちは。ななん、なんかね、そう、寒波来てるですよ。なんかね、あのね今日お友達とお出かけしてきたの。雪の化粧ありがとう、時間わかんなかった。そう、雪の、違う雪の化粧ありがとう。今日はお友達とお出かけしてきて、そのどこに行ったかっていうと、まあもう場面も送ったんですけど、だからちょっと分かってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、クリスマスマーケットに行ってきたんです。明日、明後日は岐阜は雪が降る。そうなの。こんにちは、ななん。え、もう毎日もばめに寒いって送っちゃってる。かわいい、かわいいって更新してる。ほんと。雪化粧ありがとう。花なんという、あ、カチューシャといえば花なん。確かに、それもいいですね。雪の化粧ありがとう。こんにちは、なな。そう、クリスマスマーケットに今日行ってきたのね。で、まあ、ご飯を買うじゃん。今日も可愛いね、ありがとう。そう、前話した、買い物した、買い物じゃん、ご飯食べた。人多かった、マジで人多くて、もう人多いから、なんか席をまず確保して、でご飯買いに行ってってしてたんだけど、外が寒すぎて、席が外の席だったんだけど、まあ、外しかないんだけど、そう、外で寒すぎて、あのもうね、ご飯が冷たくなって、なんか冷蔵庫の中に入れたご飯を食べてるみたいな感じくらい冷たくて、本当に寒かった。平日なの、うん、平日だけど行ってきたよ。もうね、本当に寒くてね、なんか何食べたん、ピザとソーセージと、お、プレゼントありがとう。ソーセージとポテトとプレッツェルとみたいな、あとなんだ、なんかシチューパイみたいな、シチューパンみたいな食べたんだけどさ、全部冷たくなっちゃって途中から。で、あとホットチョコレートも飲んだんだけど、それももうぬるくなっちゃって。お、ありがとう、プレゼント。でも全部友達と半分こですよ。プレゼントありがとう。そう、全部熱々のはずなのに本当に寒くて、もうびっくりしたよ本当に。
全部友達と半分こしたから、そんななんだろう、めっちゃいっぱい食べたとかそういうわけではないんだけどさ、冷蔵庫に入って、そうそう本当に寒くて、でもカイロを持ってないとやってられなくて、でなんか2人とも上着の下ちょっと可愛いの着てったのに、上着も脱げないからもう終わったって言って、寒すぎっていう話をしてました。凍える前に歌おうか、どうしそう、レンジしたいくらい本当に寒かった。でも今日のことはまたブログに書こうかなって思ってますので、そんなに詳しくは言いません。まあもうほとんど行っちゃったんですけど、ブログでクリスマスマーケットブログ本当に必需品カイロなの、ホワイトチョコのマシュ、あホットチョコのマシュマロ、えそう可愛い、カイロ役に立ったよ、めっちゃ今日可愛い洋服乗る、えそう、でもあそんなに映ってない、ずっと上着着てたから、ゆくゆくしありがとう。イブの日のブログ、今の日私ブログなの、そうしよう、それにしよう、年末会えなかったら泣いちゃうから、風邪ひかないですよ、雪の消しありがとう、雪の消しありがとう。そうなんです、まん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 、こんばんは。いやめっちゃ人多かった、本当に雪の消しありがとう。じゃあイブのブログ、じゃあそのことはイブのブログに書きます。クリスマスデートっていうことでまたまとめに乗りますかね。キュンキュンラブリー、こんばんは、初もありがとうございます。今日のメイク好きですか？今日はね、どこにね力を入れたかと言いますと、この目頭にキラキラ入れたのと、目の上にキラキラ入れたのと、あとここに赤いラメを入れましたね。先輩たち最初も気になるところで研究する、はい気をつけます。あそう、久屋踊り公園のやつです、名古屋のクリスマスマーケットですよ。プレゼントありがとう、雪の消しありがとう、雪の消しありがとう、はじめまして、ナビロック可愛い、ありがとう。ハナナとクリスマスデートしましょう。目だよ、クロムトキはサンタ来ます、ナメラブック可愛いでしょ、アナちゃんぽ、本当にこんにちは、アナナ、そうです可愛いんだけどすっぴんが好き、あそう本当、まあすっぴん派の方ももちろんいらっしゃいますよね、そりゃ。ゆきぬけちゃんありがとう、え今日久屋踊りいたの一緒じゃん、ナメラブックがぷっくりして可愛い、ありがとう、イブに食べ、あよかった、あどうもありがとうございます。そうです、マーケット25までじゃないですかね、27日、ありがとうございます、お疲れ様、ありがとう、笑顔可愛い、ありがとう、こんにちは、なん声可愛い、ありがとうそうです、西大通りのところにいたので皆さんメイクの花なんの方が大好物、よかった、キュンキュンラブリー、ゆかゆかしありがとう。クリスマスは あれですよ、24がカラオケでしたかな、こんばんは、被災踊りは人多かった、いや多かったです、マジで本当に多かった。前髪良いですか、切りました、今日の朝被災踊りね、あのね本当に学生も多かったですよ。え、オアシス21ですか、めっちゃ近く言いましたね。その花も好きやし、メイクして努力してる花、ありがとうございます、幸せ、そうですいましたよ、こんばんは。一人クリスマスイブに、そうあのお家からね、普通に雪明けちゃんありがとう、二度目の方もありがとうございます。明日は一人、えマジやばい、今日歌う予定はなかったですけど、歌ってほしいなら歌います。寒くなりましたね、え積もって、わかんないです、今日も可愛い、ありがとう。今度はカラオケ投げと増えません、今の時期があ多かったですよ、多かった。でもね割とね男性同士で来てる方も多くてびっくりした、
星ありがとう。あとはね、結構年配の夫婦の方とかもいらっしゃって、24日にするの2をどっちもします。雪の結晶ありがとう。林みるさん、川崎さん、え、そうなの？花がいないかなと考えながら、あ、本当にいたよ。あ、そうだ、やりた男性同士の、あ、じゃあカップルかもどうか知らないですけど、あと普通に高校の同級生の男の子たちが4人ぐらいでいましたね。気づいてないかもしれないけど、私男性。ゆきゆきさんありがとう。まあ今は頼、あ、違う違う、とりあえずそういえばキティちゃんはどっかにつけに、え、まだつけてないです。フォロワーさん、あ、確かに99でしたね。あー、デートのし、え、そうなんですかね。今日も可愛いね、ありがとう。花コンの反響ってめちゃめちゃありましたよ。めちゃめちゃありました。だってめっちゃフォローしてくださった方が増えました。カップル、そうそうそう、ゆかけしありがとう。プレゼントありがとう。男の友情かもしれない。プレゼントありがとう。そうですそうです。だってさ、普通に男子高校生とかもめっちゃいた。でも女子高校生の方が圧倒的に多かったですけど、もう見てて寒かった。女子高校生足を出すのがもう本当にもう自分的にもう無理だなって思ってきて、進化しすぎ、え、多分ね気づいてない本当に。雪の結晶ありがとう。そうそうそう、今日の公演スクランブルってサータね、サラ出る予定だってなくなっちゃったけどね、すごいあれでした、急でしたね。雪の結晶ありがとう。そうだから、そう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 なの、寒すぎて無理だった。元気やラブリー。あとクリスマスっぽい色じゃん。スカート長めは、そうそうそう、うんうん、そうだね、されてないですよ。去年まで足、いや、私は通信通ってたので去年までもね足出してないですよ。高2までです、せいぜい。そう、ロングスカートです。え、足出せる、マジおしゃれ、ありがとう。キュンキュンラブリー。何、仙台 JK とかすごい足も怖い、本当にオーナメント、そう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 、もうさ本当に私も高校生だったから分かるんだけど、膝、違う、すねとかが真っ赤になっちゃうから、本当に粉吹くし、ファッションけ、いやでも本当にやばいですよ。雪だるまありがとう。分かる、心配になっちゃうね、分かる。ミニスカ履いてタイツ履いて、いやタイツね、うーん、タイツも寒いもん。雪の結晶ありがとう。10代でしょ、頑張りたいけど、うん、そうそう、通信だとねずっと長ズボンですよ。ガイア我慢って知り合いの時、嘘でしょ、そんな我慢してたらね体壊しますよ本当。粉、そう粉吹くよ本当に。雪の結晶ありがとう。本当に乾燥しすぎて粉吹くし、なんかもう寒すぎて痒くなるし、あの何ですか、痒くなるじゃん、わかる、お風呂入ってすると。今日も可愛いね、ありがとう。頑張るのともいいし、確かにそうだね。こんにちは、アナナン、ゆきゆきし、ありがとう。そう、始まってました。実は実はね、 JK 大変ですよ。最近はそうでもないけど、吹雪なんか怖いですよ、ほとんど赤にしまう。いや本当に、え、違うの、肌ね、ニベア塗ったらね逆に肌荒れちゃうんですよ。今日も可愛いね、ありがとう。足の裏あんまり気になったことない。赤切れはできないです。手のひらはそんなに乾燥しないですね。雪の結晶ありがとう。そうだね、でもなやっぱりさ、私あのね冬の時期になるとね足だけが青白くなるんですよね。なんか血管が青く見えます。ハンドクリーム使ってます。雪の結晶ありがとう。あ、そう、肌弱い、かきれのすごいよね、指ボロボロで、あら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 、え、何使っ、何も使ってないからやばいなって思いますけど。雪の結晶ありがとう。お顔は乾燥たまにします。それは生で、あ、ロクシタン使ってますよ。足が冷え、そうだね、うん、ハートありがとう、こんばんは。まん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 、キャノーもこんばんは。
美味しい。皮膚にひび入ります。今日もこれ、ね、ありがとう。びっくりした。ね、確かに独特だよね。リップクリームね、寒い時は鍋でしょ。確かに鍋ですね。今日もかわいい、ありがとう。雪の結晶ありがとう。リップの分かるよ。サンドクリームそんな、なんかズボラだからそんなにつけないんですけど、北海道から見る範じゃない。やばいね、北海道寒すぎ。今日はお茶は、今日のお茶は何茶でしょうか。冬は夕酒が痛そう。赤切れ渡しないんですよ。今日めちゃめちゃ漏れてるから優勝し、 ありがとう。何のお話してた。クリスマスマーケットに行って寒くなったって話です。お顔の痛いのは良くなりました。ジェシーは肌乾燥。確かにそうだね。今日は濃いお茶じゃないです。JK サム、あ、そうですね、すいません、強いって話。もうみんなさっき見せたから見た人は分かってるんだ。そうです、ジャスミンキャ、コカコーラじゃないですよ。雪のけちゃんありがとう。緑茶じゃないです。シングル発売アップ、そうですね、皆さんオンラインイベントには来てくださいますか。いつもより可愛い気がする。本当気合入ってるからかな。虹色の星ありがとう。歌も良きですが同様に配信に怖いもん。ありがとうございます。明日から申し込みだ。そうだね、オレンジジュースじゃないです。2月3日サイン会手形会、みんな来てくれる。よくわかんないです。多分あのお名前呼んでやるやつですよね。なんとかさんありがとうございます。いやサイン書いて見せてってやつですよね。明日10時からなんで全力で、ありがとうございます。行けたら行く。ありがとう。サイン会参加予定ですか。説明長くて混乱。そうなの。そうだね、東海行きたいのでよろしくお願いし、よろしくお願いします。オンラインイベントには行けません。申し込んでみるだけです。ああ、そうだね、家だね。そうだね、ごめんね。 YouTube で配信、あ、そうね、生配信で名前呼んでその上サインやる。そうだね、もし抽選会する。そうだね、昨日の手紙で黒い服なのでいつもより白く見えるとか。あ、本当？名前何にしよう。え、変えるの。サイン会なら大丈夫かな。サイン会、こんにちはなな、こんにちはなな。あれ3パターン購入できた。いや、わからない、どういうことなんだろう。わからないです。オンライン申し込みてありがとうございます。そうだね、ごめんね、ごめんなさい。雪の騎士ありがとう。サインはスラスラ、そんなに。あ、そうだね、アーカイブなんかね見たんですけど、ちょい難しい。こんにちはなな、こんばんは。そうだね、ノーグ東海以来ですね。3パターンセット、そうなんだ、買い方が不明。確かに花もよくわからないです。今日も可愛いね、ありがとう。初見さんですね、ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。先回のカードにいっぱいコメントしてくれる。どのくらいコメントしてもいいのかわからないですけど頑張ります。サイン初公開。あ、いや、あー、どうなんだろう。でもその前に私トップエルネオさんとかにサイン書いてるので、裏にメッセージ書けるんで。そうなんだ、書けてないです。エフェクト、他のメンバーでお花組の名前やったらんってなるかな。裏にも、そうなんだ、こんばんは、裏にたくさん書いていこう。そうなんだ、雪の結晶ありがとう。雪の結晶ありがとう。まんまん、え、前作から前もってサイン書いておく方式になったから。あ、そうなんだ、3パターンセット、みんな申し込んでください。ぜひぜひ申し込んでね。好きと関係に、え、多分そう、12月28日のベールネオさんでサイン書いたんですけど、チェキにね。負けが入ると名前だけ呼んで終わり。あ、そうなんだ、大体選ぶビシコメで。あ、そうなんだ、緊急ラブリー家で追加メッセージ、そういうこと？なるほどね。
あ、どうもありがとうございます。当たらないと多分ダメですね。雪の化粧ありがとうございます。最初の目描く感じで。そうなんだ。こんにちは、のなん、頑張って理解しても頑張ってください。お願いします。雪の化粧ありがとう。3人同時くらいでするか、同時に呼ばれて、あ、かもしれないね。同じ部位に同盟の人がいる。ん？はて？メンバーの名前、前で名前を呼ばれる。確かに GG。まあ、まあな、まあな、そういうこともあるよな。あ、どうもありがとうございます。じゃあ無理っぽい。モブなの？うふふ。31外れたからね。当たります。再開、同じだね。修羅場の予感がしてきた。でもなんかメンツが強すぎて本当に不安なんですよね、普通に。だってさ、名前順だとしてもさ、あの4人と同期、あの3人と同期、あの3人ですよ。ううって感じです。こんばんは。外れるんよね。な、何ちゃんですか。ゆあにゃん、さやちゃん。そうなの。本当に名前単純だから分かる。その花で申し込み、ありがとうございます。3人のメンバーが同時に同じ男の名前呼ばれるか、怖いですねそれ。ゆくゆくし、ありがとうございます。それはなかなかすごい。選抜入った気持ちになれると無事。確かに前作研究生、研究生だけど、そうです。あ、先輩と一緒ですね。確かに名前呼ばれる奇跡も確かに。3携帯同時購入でサインまたは手形または抽選会1回。そうなんだ。さえちゃんは知らない。サータンやにゃん、そうですね。サータンやにゃんも濃いし、さえちゃんもなかなか濃いですね。 DD バレ割と多いので区別し、あ、そういうこと。申し込まないの悪い。あ、そうの。ルーちゃんに、あ、あ、あ、こんにちは、だな。すごく不安、ああいうの。もうだってさ、差が見えちゃうじゃないですかね。怖いですよね。とりあえず押しとかぶってない。抽選が悪いかな。なうい、ほう、そうですね。さらに当たるよ。今日めちゃかわ、ほんと3枚セットでいっちゃうかもしれない。今日多分前髪切ったし、メイクも可愛いし、カチューシャも可愛いし、その羽も可愛いし、お洋服もハートで可愛いしって感じだと思いますね。元気なのに、うん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 。向こうは知らないからドキドキ。こんばんは。全部可愛い。ありがとうね。現地の方がいいの。握手会の方に。確かにね、ピンクの手形もいい。ピンクの手形なの？同じ名前の人結構いるから。確かにね、全部可愛い。ありがとう。あ、そう、ありがとうございます。単純に言って、いやでもさ、どうし、うん、そうなんです。可視化されちゃう。ショールームのフォロワーが多いからといって人気というのは違うと思うのでね。ピンクなんて、そうなんだ。そうなんだ、確かにドスコイだからね。先輩もね、強いですよね。お花組の、確かに、うん、緊張するね。なんかさ、そう、劇場のイベントとかオープニングアクトとかは、その当たってない人もいるからさ、うん、花推ししか花のやつは応募してこないってことでしょ。だって花のこと気になってる人しか応募しないってことでしょ。もうめっちゃ怖いじゃん。ゆぐるけし、ありがとう。その花好きだから、ありがとう。花屋さんの数ってみんなそうなんですよね。まあ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 、だっけ、なんていうんですか、花の
怖くて7時間しかない。そう、井上瑠香さんと一緒です。大丈夫ですかね、はなちゃん。かすまないように。そうなの、花が一番かすみたくないですよ。うん、雪の結晶ありがとう。雪の結晶ありがとう。入試も参試も応募し、あ、本当に。でもなんていうんですか、まあまあまあありますよね。名前呼ぶために、確かに応募の形はいろいろ難しいよね。オンラインの方も、え、分からん、どうなんですか。かすみそう、やめてください。かすみそうってどかけてるんですか。みれちゃんサイン会中で、そうなんだ。雪の結晶ありがとう。大きな声で名前呼びます。こんばんは。かすませないんですけど、オンラインね、むずいよね。雪の結晶ありがとう。普通に外れる時、私も外れたことありますよ、サイン会。オンライン完売あるか。まあ今からこんなこと考えても良くないですよね、多分。わ、花もやったことある。同じか。一時は抽選、二時は先着。もうやったことありますよ。抽選で漏れて先着で取れなかったやつ。浦和さんとスターズさん、エゴさん、そうなんですか。二作の時は言うから楽しく、本当ですかね。二時組のトップエル、確かにトップエルの組初のイベントだから、そうだね、拍手したいですね。こんばんは。劇場版に全力注ぎます。ありがとうございます。神宮全落ち、それな。あらちゃんなら大丈夫。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。握手、あのね、現地はないんですよね。こんばんは。うん、同じ枚数、そうだね。新公演直後の時期、確かに握手会まだ したことないです。どうもありがとうございます。ぬいみさんオンライン再開ありますよ。3枚ほど持ってますね。オンラインお話か、そうそうそう、握手もいろんな積み方のパターン、私は絶対にこれがいいです。東海で十分、ほんとあっちの落ちとかし、そうなの、なになに、この時期に CD が入ると研究生公演劇場版握手会の流れ、確かに2度目の本もありがとうございます。初もありがとうございます。東海なら経験あるけど直接触れる握手はない、わかるよ。オンラインもいいけど現地が一番、あ、まあ現地はね、なんか直接の熱量も感じられる、なんか、あ、なんていうんですか、花ちゃんに会って話せば、ありがとう。2度目の方もありがとうございます。一瞬だけでも、いや、もちろん今だって恋人じゃないですか。握手は緊張するから、こういう恋人さんに、はい、こういう方がいいです。感想を特会で伝える一連の、確かに今回も東海中心で握手は一部だけ、わかんないです。恋人の時好き今回の握手会は、あ、そうだったね、見学してた時手袋してたの見ました。雪の結晶ありがとう。確かに関東の特会、現地は顔見た話、確かに嬉しいね。普通の手袋、え、なんか、うん、手袋だったね。やば、ぬまりそう？待っていいよ。指折られそう。え？
私そんな握力強くないんですけど。ハツオもありがとうございます。ね、布手袋だったね、白いやつね。握手素で雪の消しありがとう。指相撲するメンバー、ビルズブグル、布手袋。あ、そうなんだ。恋人作業はドキドキしてしまう。ドキドキ。ハルちゃんのあの元気に飛び呼び込んでくれるの好き。本当？よかった。息抜きしありがとう。テンション上がっちゃうんですよね。でも握手、距離は近い。そうなの？おお。鼻高い。意外と。機械一緒手袋で素手は面白い。そうなの？恋人つなぎよく釣られてます。ちっちゃうかな。素手は申し訳ない。そうなの？みんなそうなの？急にちょっと横向きたくなった。二度目はありがとうございます。手袋してくれる方が、あ、マジ？こんばんは。花くだ、嫌です。あ、そう、ありがとうございます。そう、花だけに。もう素ではなくていいか。あ、そうなの。花高、意外とね。みんな知らないかもしれないけど、意外とね。花の話しそう。カサカサに乾燥した手でよければ。え、でも全然いいけどね。素ではもう何でもないから。そうなの。ゆきゆきしてありがとう。似てますか、大谷さんに。鼻高い。ビニールシートはなくしてほしい。なるほどね。いい形してる。ほんと緊張してて、ね、あ、それは鼻も一緒かもね。手のぬくもりを感じたい。あ、アイドルの手を触りたい。でもわかるよ、気持ちは。メンバーのハンドクリームの匂いがめっちゃいいじゃん。質感の良さそうな布袋だ。布袋だ。どっちがいいんだろう。私は布手袋の方がいいな。だってなんかビニール手袋はさ、蒸れるじゃん。お先生似てますか。本当に手汗。いや、普段はそんなに書かないんですけど、そういう手袋とかつけると書きますよね。そのビニールは特に。結局目の前と、あー、確かにね。マスクはなくしてほしい。確かに。ほ、あ、じゃあゆうゆうさん。なあ、冷え性ね。ナンバー、ビニール手袋、すっごいなんかさ、わかる、熱気がこもるっていうかさ。さやちゃんとか確かに布手袋しか経験ないですか。じゃあ花も布にしようかな。そう、蒸れるの。そう、マスク外した顔で覚えたいな。15ユキチぐらい。ビニールは苦手ね。わかるよ。結局話せれば。確かにね。楽しく終わりしようぜ。連絡してくれると、メンバーの手が冷たいとき温めてあげたいね。メンバーの前でマスク取る気ない。本当に。こんばんは。ツーショット欲しいよね。バイトで何時間ビニールつけたところ、体験値。いや、わかる。前回の幕張りビニール。あ、そうなんだ。寝るの前でます。休憩ラブリー。手が冷たいんだけど、温めてあげるよ。劇場公演ならマスクいいんだから。顔わかる。確かに。こんばんは。何？手をつなぐと緊張してしまうから、と、あ、じゃあ東海来てください。また会ったら。弁当工場でバイト。すごい蒸れそうだよね。この名前はずっと、ま、あ、そうなの。握手会とかは春先。どうなんだろうね。握手券たくさん買ってから寝てなくて、当日何話すか毎回。そうだよね。結婚してください。いいですよ。
今日この耳メイクすぎるから言う。え、なんでなんでなんで、マスクに慣れちゃってこの顔をメンバーにさらすのそんなことないですよ。ツーショットあれば絶対申し込め、ありがとう。むしろ各自の方が一番可愛いって感じ。こやちゃんマスクしてるけどお見送りではマスク外してる。マスク外してください。マスクなしで S では命がなくなるかも。命なくなるの。劇場の見送りの距離がもっと近くなったらマスクを取るかも。あ、そうな、自分はマスクありでいい、恥ずかしい、可愛い。でも花もマスクないのあんまり好きじゃないです。写真はもっと劇場はお会いしに行く予定です。ありがとうございます。こんばんは。マスクがないと生きていけない。でもちょっとわかるよ、逆にコールするから公演中だけマスク外してお見送りマスクして。そうなんだ、握手会に向けて筋トレ、筋肉見せに来てよ。筋肉見せたらダメか。マンモモ、トークはマスクありでもいいけど、ツーショットはマスク外したい。確かに写真残るもんね。ハート作ろうね。たくさんお仕事頑張らなくちゃ。頑張って。実際会うの初めてだから顔を晒してもいいかな。晒しちゃってください。初もありがとう。いつもしてなくても名札つけて、そうだね、名札つけてくれたらわかります。こんばんは。マスクつけてるとコールしにくい、声通らない。そっか、確かにね。初おもありがとうございます。ね、目頭のキラキラ可愛くね。ツーショットは距離を近くしてほしい。しようね。あくび可愛い、あくびって言ってた。あくびです、ね、可愛いですか。チューリップの名札買っとく。確かに可愛いね。それまつげギャンギャンに上がってますよ。見受けられちゃう。はい、アイライン長い。そう、ちょっと今日アイライン長いんですよ。可愛いですか。そう、アイラインめっちゃ長かった。めっちゃ可愛いですか。好きになっちゃった。劇場でフェイスシールドプラスマスク、めっちゃしっかりしてる。寒い今日本当に。いつもスニーカーも、メイク上手。まあ私は大学生ですからね、これから大学経験値がありますね。さあ単純に来てみんなありがとうね。1メートル以内にやらないけど、え、気になっちゃう。暖かくします。元から、元からなの。火事で飲めそう、飲まってください。めっちゃ買う、ありがとう。10年前はお見送りじゃなくてハイタッチだったって。知らないです。目がパッチ。メイクは何分くらいかかる ?30 分くらいですかね。こんばんは。でもね、そんなにね、丁寧にやってないから、適当にやってますので。30分くらいです。上がるっていうのは難しいもんね。可愛いですか。メイク濃いのが好きな方も、薄いのが好きな方もいらっしゃいますもんね。今日のメールの写真可愛すぎて脳内であるイエーイ適当だ。こんにちは。なな本当なんか、あ、劇場公演の時は濃くなります。めっちゃアイメイクはこの、ありがとう。まあ、私のこだわりポイントは確実に涙袋。新曲来ました。そうですね、何か起こってた。いや、あれはただ単にもうココハンが撮ってくれたんです、怒ってる花を。ってメイク配信
自由ありますか？ラメいいでしょう。今日はクリスマスマーケットだったので、キラキラ、夜に映えそうな感じでキラキラにしました。出演のメイクとか化粧品変わる？いや化粧品は変えてないかも。でもなんか、あ、そうだな、サイン考えてよ。だからぜひ応募して。なんで怒ってる？あ、怒ってないよ。お金ちゃん可愛い。 NGT も明日の公演中止になっちゃった。そうなの？見たいですか？フェイスライン見たくらい大きいと言われたんだけど、そう、あ、なんか垂れ目を意識してますよ。メイク配信見たいの？でもさ、すっぴんとの差の激しさにさ、びっくりしちゃうかもしれないよ。いいの？それでもメイクよりも可愛い、好き、ありがとう。よくなっからウォータープルーフ、メイクキープミストをつけてます。メイク落とし配信バームだからな。参考にします。ほんと慣れてます。ファイだけじゃなくてみんなも言うし、沼瀬さんにありがとう。スピンで配信してるか問題ない。ほんと大丈夫？大丈夫そうなら、メイク配信しますか今度。岐阜雪降りますよ。はい、頑張ります。たぬき顔って愛されるか。そう、なんか万人受けする顔になりたいんですよね。だからなんか万人受けするっていうか、その第一印象いい顔になりたくて。わかります、その気持ち。探し消すさあ、楽しい。さあ、あのコメントしてないだけだよ。メイクしても可愛い、確かに。ありがとうね、みんながいつも可愛いって言ってくれるから。そう、化粧大事なの。そばに受けする顔になりたいんですよね。第一印象、そう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 、なんか第一印象壊そうとは思われたくないので、だから垂れ目を意識です。でお目目もパッチリで、まつげを上げるとやっぱり目に光が入りやすいからさ、顔の印象が変わるんですよね、やっぱ。ありがとうね、みんな可愛いって言ってくれてありがとう。発音もありがとうございます。え、垂れ目最高。ほんと？怖そうは思えたことないですよ。だけど、そう、このね、まつげをやっぱり上げることは大事ですよ。下まつげも下げることは大事です。柔らかい表情してますか？ありがとうね、まつげの日差し効果。そうです、あのね、本当に目に光が入りやすくなるんですよね。マツパしてないの。なんか加入前はしてたんですけど、やめちゃった。こんばんは。配信決めてない。マスカラ少なそうに。そうだね、こんばんはよ。カラコンつけちゃいけない。あ、持ってないです、カラコン。今切れてます。アイラインちょっとだるめ。そう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 、目パッチリそうしてるんです。うん、ことは知って初めてお顔食べてもらったの大事にして、ありがとう。いやいや、猫っぽい、猫だけど愛らしい感じですよね。そう、マツパしてないので、だからビューラーで頑張ってあげてるんですよ。ビューラー2個使いなのでね、私は。しかもちゃんと綺麗なまつげになるように工夫してるんですよ雪の化粧ありがとう。マスカラも2個使ってますからね。雪の化粧ありがとう。ビューラーで上げてるんですよ、頑張って。綺麗ですよね。でも私もともと結構逆さまつげなので、下向いてんですよね、まつげが。だからグイグイグイってやります。じゃあ、まつばはしてたんですけども、2ヶ月くらいはしてない。加入してからしてないです。肌のケア、肌のケアか。普通に化粧水塗って、あれです、
何でしたっけ、乳液塗ってって感じです。それだけ。そう、逆さまつげ、そうなの。ビューラー行ったくはないかな。そう、ビューラーね、こうやってやって、こうやってパカパカしてやったらいいんですよね。そう、2個使って、そう、2個使ってるんです。なんかね、あれなんですよね、まつげって濃い色にすると目力強くなるみたいな、目元に、アイラインとかもそうなんですけど、濃い色にすると目力が強くなるんですよね。だからちょっと青を押し込むんです。最初に下地として青色のマスカラっていうか、まあ、マスカラ美容液みたいなものを塗るんですよ、青色の。でその上から毛先にだけ黒い細く伸びるやつをやるんです。両目を一緒にしているの？ん？うん、ハゾもエド、ハゾもエド、ほっぺ柔らかいよ。あ、そう、キャンメイクだよこれ。こんにちは、ナナ。メイクに詳しくなっ、え、でも結構そのやってくうちに、こっちの方がいいかな、こっちの方がいいかなってなるんですよね。だから1年前とメイク全然違う。そうです、キャンメイク、すごいね、キャンメイクって分かるの。そうそうそう、涙袋の描き方もこだわってるんですよ。あ、腕にかけるかも私。描いてみよう。自分のメイク、大体のメイクさんで、ただ全然違うね。研究ナムリー、どうもありがとうございます。ペンペン、あのね、本当に素人は違います。涙袋の良さが分かりませんか。すごい愛らしい目になるんじゃないですか。腕に再現、そう、腕に再現したいと思う。黒いペンどこ行ったんだ。まあいっか、アイラインで描こう。どうもありがとう、ゆきの騎士ありがとう。これでさ、目があるじゃないですか。目があってさ、目があってね、アイラインはまず垂れ目に引くんですよ。だからタレ目羽みたいなイメージで描くので、こういう感じで描くので、ちょっとまっすぐになるように。アイラインも私こういうアイライン引いてる。あ、サラもやってたの。でね、涙袋はね、まずね、ブラシで描くんで。ソラもやってた？マジ？違うな。まずなんか赤色を最近のせるのにハマってて、このね、赤色のねシャドウをここに全体にのせるんです。こうやってちょっと涙袋全体をちょっと赤くするんですよ。見えるかわかんないですけど、ちょっと赤くなったでしょ。赤くして、こう赤くしてね、赤くしてから涙袋に、サラと同じ、うそ、涙袋にコンシーラーをのせるのよね。私はいつも黄色のコンシーラーをのせるんですけど、黄色のコンシーラーを
こう乗せて、ちょっとやばいけど、黄色のコンシーラーを乗せるだけでちょっと涙袋ができたように見えます。本当にちょっとだけどね。そう、黄色をのせるとちょっとね立体感出るんだよね。で下に赤色をのせることによって自然な影もできるんですけど、まあ自然な影よりももうちょっと濃く色をつけたいので。おい雪の化粧ありがとうございます。そうなので私はこの一番下の黒っていうか濃い茶色のところをこう取りまして、この筆で。でここの真ん中のところにちょっとこういう風に影を入れるんです。でこれを伸ばす。すると私の涙袋結構できる。こういう風にするの。でもまあもうちょっとぼかしますけど。そう面白いよね。はーい、ハズオマイトでいます。でねちょっと不自然だから黄色っぽくなるから、このねピンクの薄ピンクのシャドウをここに塗るんです。すると結構自然な涙袋になるんですよね。割とね、割と自然にできる。うん、首立ってた。ほんと？そうこうなって、まあこれでもちょっと足りないって思ったら、このセザンヌの二重のライナーをもう書いて、こうこうね、この黒目の下にだけこうやってやって、であとはこの最初の方にこうやって、こういう感じなんですよ。そう花のアイメイク講座ですね。そしてこのピンクのね、ピンクのライナーみたいなのを使って、私はこのここに目の際に赤っていうかピンク色を入れるんですよね。この目の際にピンク色を入れるとちょっとね、なんて言うんだろうね、ちょっと可愛らしい目になるんですよね。それでラメものせて。そうです、メイクはね結構手が込んでますよ。倉本花はラメもこのここのやつをのせるんです。これもねすごく薄ピンクのラメをこの目の真ん中ら辺にのせるので、そっからちょっとだけ伸ばす。伸ばしてこうなりますね。そしたらまあ今日だと、あいいんだよすっぴん可愛いは嬉しいです。今日だとここの赤のラメを目の際に入れてるので、このブラシを使って赤のラメを、さっきピンクのやつを引いたところにちょっとだけこうやっていくんです。見える？で仕上げに最後にこれをやると違うっていうのが、このラメをですねのせるんですよね。このラメは中国コスメです。このラメはね、あの大粒のラメが入ってて可愛いんですけど、
こういう感じ。プラムと花の涙袋完成。わかるこの感じ。アップで見せてくれ。でこれで二重をこう描いたら、二重はまあもともとこういう色じゃないけど、ちょっと待ってね。これ電気消した方が絶対見やすいので、いや、わかんないな、見えます？倉本のメイク。あ、メイクコーナーにあったらコメント少なくなった。ごめんって。目ごめんごめん、まあ怖いって言わないで。こんなんでもモバメで送られてきた方が怖いですよ。それを額に書いて、いやー、あれみたい。何事かと。確かに悠々白書のやつみたいじゃん。そう、私今日悠々白書見たんですけど、めっちゃ面白かった。確かにそう。みんなネットフリックス入ってますか？あ、そう、冷え。会議で寝れる。こうやって。そう、ネットフリのやつ、実際のやつ、めっちゃ面白かったんだけど。あれめっちゃ面白くない？見た？みんな。努力は認めます、ありがとうございます。やば、入ってますか？あ、見てますか？今昔のアニメ見てました。いや、めっちゃ良くない？めっちゃ面白かったんですけど、超面白かったんですけど。あれ入ってない？漫画とアニメ見ました。私あれ初めて見たんですよ、実写で初めて見たんですけど、めっちゃ面白かった。超面白かったよ。手に生き物宿ってます。東京グールみたい。めっちゃ面白い。入ってない。いや、原作ね知らないんです。だから私ね、めっちゃ原作が今気になってる。実写があれだけ良かったので。でもなんか原作の絵はママが言ってたけど、ハンターハンターの絵に似てるって言ってました。ハンターハンターも読んでたけど途中でやめちゃったんで。あ、同じ人。トーキングールも実写化しましたね。あ、そうなんだ。だってママちゃん同じなんだ。1話でお腹だ。あ、そう、でも生き返るねん。面白い悠々白書、面白いですあれ。ママに教えてあげます。こんにちは、ナナ。
やでもあれマジで北村匠海さんがめちゃめちゃハマり役だなって思いました。なんかめっちゃきっとこの役のまんまなんだろうなって思いました。20年以上前、だいぶ前ですね。実写、そう実写、あ、そうそうそう、東京リベンジャーズの、東京リベンジャーズよりもハマってた気がする。東京リベンジャーズも竹道なぁ、自信あるの知らなかった？いいな、私も歌も歌えてお芝居もできるみたいな人になりたいですね。うん、みかん。みかんは机に。うまー。余裕向いてそう。女優さんできるかな。机に隠してました。その何ですか。あ、今日はみかん1個しかないですよ。終わり。たぬき役？セリフは何ですか。ポンポコ。舞台確かにやりたい。でもお稽古とかすごそう。涙袋も破壊力。みかん飲み物です。本当に女優さんやってみたいですね。でも女優さんもやってみたいけど歌手もやりたいです。セリフを覚えるの大変。まあね、小学生の頃劇みたいなのよくあったんですけど、ほらありがとうございます。劇を毎年やるっていうのがあったんですけど、その時はそうですね、だいぶ、あ、ライオンキング幼稚園でやりましたよ。私ハイエナ役でした。ハイエナ役でしたよ。あとは何でしたっけな、あのね、サウンドオブミュージックある主役でしたね。無限大、確かに一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。サウンドオブミュージックとか大好きな映画ですよ。あれはん、なんか夢の国が好きな先生が担任の先生でした。お芝居の仕事したいですね。趣味で劇団入ってる、すごい。そう、サウンドオブミュージック大好きです。いいですよね。そう。ご機嫌。
歌とお芝居どっちがしたい？歌。ミュージカルってでもなんか声綺麗な人のイメージあるじゃないですか。私声綺麗じゃないから別に。お花の名前の俳優養成所？分からない。ハロナにぴったり？雪の消しありがとう。演技もその方がね、いいですよね。声綺麗ですか？ほんとなんかなんひまわり、そうなの、ひまわり養成所なんてところがある。うわ、私そういうのきびあんまり詳しくなくて。歌を、いなくならないよ。でも綺麗に聞こえる？こんばんは、初音もありがとうございます。でもさ、なんかそうですね、あのさ、なんかまずはやっぱり目標で言ったら AKB グループの歌唱力です。歌唱力で決勝に出ること、それが目標です。12期生だと誰がお芝居上手そうだと思う？お芝居、花知らないですけど。そうそう、池田さん、ま、池田さんですよね、 STU48 さんの。マジで強いですよね。だってあれなんて言ったらわかんないですけど、いやマジでうまい。本当にうまい。でも花はアイドルソングよりも J-POP の方が得意なので、うってつけかなと思いました。ゆきのけちゃんありがとう、ね、池田さんマジですごいですよね。鬼レンちゃんとかもすごいですもんね。キュンキュンラブリー、マジですごい。なんでってか、花ちゃんもありがとね。てかあの沢田さんも上手ですけど、沢田さんの妹も上手ですよね、めちゃめちゃ。全力花なん、うん、STU 全体的に歌唱面、 STU すごいですよね。歌唱力だとあの J-POP とか歌えますよね。毎回見てるの？何を？歌唱力？ナンバーワン365日。そう、妹さん本当にうまいですよね。小学校6年生ですよね。やばいですよね。はなちゃんのお箱？お箱、最近はやっぱり真夏の果実とかを頑張りますね。でもね、自分の声に合ってるのはね、ココハンにも言われたんだけど、私アドさんの歌がすごく似合うって言われることが多いんですよね。歌唱力があったらエントリーしたいです。雪の化粧ありがとう、雪の化粧ありがとう。めっちゃ久しぶりに来てくださった。どこかで、え、わからないです。サザン、え、サザンです、サザンさん。雪の化粧ありがとう、真夏の果実。そうそうそう、わかんない。雪の化粧ありがとうございます。雪の化粧ありがとうございます。アドさんの歌がすごく雰囲気に合ってると言われます。雪の化粧ありがとう、いっぱい、めっちゃありがとう、ありがとう。しんみりソングが似合うから、
しみ、あとはね、雪の化粧ありがとうね、いっぱい。ね、プロローグとか、ウルさんのプロローグとか、手島葵さんの明日への手紙とか、よく歌うと大体97点ぐらいですね。聞いてみたいですか？でもショールームで歌ったらダメなので、著作権とかの問題でね。花束ありがとうございます。キスイキャセルの本当？俺の青春です。アニソン？アニソンな。特に予選はピアノ伴奏ね。ゆくゆくしありがとう。そう、歌唱力でね、鼻歌、え、わかんない、いいんですか？逆にいいなら全然歌いたいですけど、でも怒られちゃいそうなのでね。機会があれば聞きたい。うん、私も歌いたい。え、インスタだったらできるんですか？爪跡素直におしゃべり、昨日のカチューシャ？できない。え、これですか？じゃん、雪のお姫様みたい。インスタ始めたら歌います。あざす、ありがとうございます。そう、バンされそうです、アナ。そう、お姫様みたいでしょ、かわいいですか。ダメですよ、バンされます本当に。どうもありがとうございます。暗闇で光見つけられない。姫様アナナ好き、ありがとう。個人アカウント昇格。そうだね、ダメです。48、46とイコラブ92なら OK、 だいぶ OK ですね。バラード系の曲、手の目が怖い、いや。縦にしよう。雪の結晶ありがとう。そうだ、私今雪の結晶とプレゼント集めてますね、ギフト、クリスマスギフト。みんなありがとね、いっぱい。どっかで一節歌ってもらう。え、それは OK なのかな、手を忘れてた。いや、落ちちゃった。おいしょーと花なんて感じする。ほんと明日は大学だよ。けどまあまあそんな早い時間じゃないです。元気じゃ、ありがとうね、ごめんね、東京は大丈夫です。あ、そうなんだ。制服の目の話を見よう。イエイ、おー、ありがとうね、ごめん、ちょっとなんか本当にごめん、なんか小じきみたいなことしてる気がするわ、ごめんなさい本当に。雪の消しありがとうございます。坂道とイコラブ伊藤美希さん歌ってるんですか。じゃあ私もイコラブさんと坂道さん歌いましょうか、今から。もう仕事忘れたい。コーヒーチケットもらえます。確か課題曲の中が、あ、そうですね、何欲しい。ギザンの俺様、ギザンなの？昨日はなんかさ、違う高校行ってなかった？制服の目公園しかない。
ちゃんだな。わあ、雪の騎士ありがとうございますよ。なんか歌う。もうあと30分ぐらいになったし、終わりまで。雪の騎士ありがとう。なんだろう。SKE 以外にしようかな。それもまたカラオケもあるし。制服の目のレッスン頑張ります。多分見てくださってること何人くらいか分からない。初日まで何もありがとう。イコの絵、あ、いいですよ。何がいいですか。いつあれ入るんでしょう、イコラブさんのラストノート。入ってない。シネマいいですよ。シネマにします。シネマ、うわ、ズボラ出た。全地上にピース。最近聞いてなさすぎてちょっとどうしようって感じなんですけど、シネマ、シネマってきたのでシネマにします。ひばり方雑って言われた。それはそうですね。可愛くてキュンかも。こんな目で
からさ、一緒に映画館行こう。音符ありがとう。星もありがとうね、いっぱい。あ、拍手ありがとう。ごめんなさいね、ありがとうございます。やっほーやっほーやっほー、ありがとうございます。花見音の歌いたいです。久しぶりに私も久しぶりに聞きました。雪解けしてありがとうございます。映画館行きたいですよね。かわいい、ありがとう。見たい映画今、あ、夢、あの、ふふに、ふふにの、ウィッシュです。ポップコーンばっちまけような。ポップコーンは、あの、醤油がいい。醤油がいい。醤油バターがいい。バター醤油がいいです。制服クリスマスですか？制服クリスマス、クリスマスに歌うの待っててくれますか？君に似合うと思ったんだ。そう。生田さんのやつです。めっちゃいい、あれ声めっちゃいいです。あれカウントダウン TV、 そうですね、カウントダウン TV ライブライブで歌ってるの見て、やばいめっちゃいいって思いました。そう、あと4日後です。あ、リクエストめっちゃ見ました、ありがとうございます。あのあれですよね、あのやつです、第2弾のカラオケですよね。アンダー20落選しました。うーん、会えない、今日は眠くないです。どうします、あと何個か行けますけど、どれか1曲でいいの、本当に。リクエストボス見ました、あれ、花ステージは入ってないんですよね。アナスターシャ、ずるいよずるいね、歌ったことあります。坂道グル、一応歌ったことないやつのを優先したいですね。今日、今日は何時寝るのかな、まだアカペラ、歌詞がわからないです、すみません。どうもありがとうございます。制服の目ないです、制服の目公演のカラオケほとんど入ってないんです。君はスパークル、人だとか言う、君は人だから、いけるかな、たまに歌えないところあるんですよね、許してくれますか。ちょっと痛くない、何もはいいな、あった、え、雪解けしありがとうございます。ここいる前にちょっと待ってください、あ、ちょっと待ってください、もう一個、とりあえず君はスパークルでいきます。夜明けまでで、凍える前にどなたの音ですか。歌ってる君が綺麗、ちょっと泣いた、縮まることのない距離が眩しかった。母ちゃん怖い、なんでなんでなんで、どうかしますか。どんな曲聴いてもきっとちゃんと聞いても、どうしても僕は君がいいな。今日も待っていたよ、だって会いたかったね。ざわざわした春でさ、君を思った、ただ広いこの空間で星に混じって、ああ、君は気持ちで空になるのか教えてよ。君がスパークルだから。
どもどもちょっと私やばいかな。空の星僕みたいで嫌だな、そんな光方何も見えないよ、ハートはクローズで君しか磨けないね。電車で急に揺られ君を思う、あの広い空から僕はどう見えた。Cベースの曲ですか？練習します。僕しかわからないんだから誰も触れないで、お互いのよりも深くて重い海を泳いでる。僕しかわからないんだから孤独でいてほしい。空がこのまま飛んでくれたら、すいませんわからなくて曲ごめんね。雪の結晶めっちゃいっぱいありがとう。きっとこんな人だとか作り上げられてる。君はずっとずっと繊細でもっと複雑な人だから、スパークルなんだ僕を苦しめる。この世で一番君のこと思ってるのにな、追いつこうとしても遠くなるばかりで、ああ何回も僕の全てなんだ。夜が明けてきた、ありがとうございました。あと夜明けも入ってたよね、さっき。夜明けリクエストがさっき来ましたね。じゃあ夜明け いますかね。あとそんな夢が叶いましたってありがとうございます。結構前、いや、でもちょっと見て私ありがとう。あ、こんばんは、またありがとう。風が悲鳴を上げ窓震わせて、水道の蛇口から後悔が漏れる。誰かがどなたかが過ぎ去った一日を振り返って、眠れなくなるほど不安になるんだ。誰に相談しても考えすぎだという自分をどうやって認めればいいのか。光はどこにある、僕を照らしてくれよ。暗闇は涙を捨てる場所。希望はどこにある、生まれ変わる瞬間。夜明けまでもう強がらなくていい。
当たり前のようにできたことが自信がなくなって部屋を出たくない。情けない自分が腹立たしく思えて命の無駄遣い誰に謝るか。光はどこにある、僕を導いてくれ。太陽は太陽は揺れ背中を押す。明日はどこにある、よろよろと立ち上がれ。夜明けまで、ぐらいはいけそうなので、それか一番だけとかで歌っていくので、いろいろ送ってくれてもいいです。お願いします。朝日が見えてきた、弱音はもう吐かない。今日こそは、今日こそは自分らしく生きる。光はどこにある、僕を照らしてくれよ。ふわうとは、ふわうとは期待の裏返しか。希望はどこにある、生まれ変わる瞬間。太陽よ、太陽よ、連れ出してくれるのか。すぐに夜明けが来る。ないな。ありがとうございます、ありがとうございます。音符いっぱいありがとうございます。ないですね。偶然の答えはちょっと私分からなくて、目隠れたか。ないですね。3100人、ありがとうございます。まあ11時50分、あと1個ぐらい、早いもの順で。希望について、ない気がする。二人してたもんな、なんか微妙に歌えるところと歌えないところがあるんですよ。本当に一生練習しようって言って全然できてない。虹がかかる瞬間いけますけど、二人してたのサビだけ、二人してたとかしかわかんないですね。おいっぱい、早いもの順って言ったから、じゃあこれにしようか。じゃあそっか、他はスクショしておきましょう。さあスクショ、ちょい待ちな。はい、虹がかかる瞬間とか入ってんですかね。あ、入ってない説ある。あ、入ってない。はーな、な、入ってないです、入ってない。入ってないんだ。いや、二人セゾンね、めっちゃ私もね、好きなんですけど、なんか、
全然ね、あれなんです。アンチコンフィチュールですか。まだ入ってないですね。今日発売日ですよね。ああやばいやばいやばい、みんな虹がかかるその瞬間に太陽もら声を上げたよ、はしゃりだだ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 だいて、12秒にしますか。歌えるやつ12秒が一番あれだから、12秒にしよっか。じゃあ無難ですね、前歌ったからね。うわ、言い訳メイビーとか天使はどこへとかも来てた。あ、じゃあ歌ってないやつ優先って言ったしな。言い訳メイビーメイビーですよね。もう本当になんか自分が歌えないやつが多すぎて死ん、うん、ダメですね。あーどうしよう、どうすればいいんだ。12秒にしよう。安心して歌います。これは同じではないですから、ありがとうございます。いっぱい練習しますね、やっぱり。世界中で一番綺麗な宝石をあげる、だからちょっと目を閉じてなんていたずら僕言われた。テトラポットに寄せて返す波音、君が近づいた気配がする、夏の恋が今始まる。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド、今まで君が守っていたもの。どうすればいいのだろう、僕はただ腕の中に君を受け止めるだけだ。動けないよ12秒。そろそろかな、薄目開けてみた君と目が合った。平均的その時間ってどれくらいなんだろう。ロマンティックすぎてこの先がわからない。どういう顔して何を話す、友達には物漏れない。唇を離したらすぐ消えるタイヤ。今日から僕が大切にしよう。できるならこのままでしよう。風に吹かれながら君を独り占めしたい。永遠より12秒。男女も13位ピンクの雲ありがとう、12位メロンパイのありがとう、11位お猿さんありがとう、10位カステラありがとう、9位テニスボールありがとう、8位緑のシチュありがとう。唇に触れた
たのは柔らかなダイヤモンド今まで君が守っていたもの僕たちが手に入れたこの愛は輝いてるまるで記憶の宝石眩しすぎる7位かわいいクロミちゃんありがとう。6位カニラスカルありがとう。5位パンダありがとう。4位天才ワイナリーのアイコンありがとう。3位パンダありがとう。2位アマビアありがとう。1位は猫耳小判ありがとう。今日もありがとうございました。明日も一緒に頑張ろうね。ふっきっはっ抜けました。プレゼントありがとう。音符もありがとう。ハートもありがとう。音符ありがとうね。いっぱい。じゃああと切れるまで待って。うん、カラオケ配信じゃない時にでも歌います。今日もかわいいありがとう。おやすみなさい。みんなメールの返信してね。待ってるね。手のひら目の額に気合入れて抜け、そう抜けないです。配信嬉しさ。おやすみ、おやすみなさい。配信ありがとう。お疲れ様でした。おやすみ、またな。おやすみなさい。おやすみなさい。配信ありがとう。ありがとうね。返信するね。ありがとう。またな。おやすみなさい。またな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 。ポソポソ。またな。最後に手の目くって。まいちゃ。また花な。最後にほら。おやすみ。おやすみ。またな。またな。今日も可愛かったです。ありがとう。ほらありがとうございます。おやぷに。おやすみ、おやすみなさい。またな。いや、バイバイ。基本全部返信してるから届かなかったら。わかった。おやすみ。リクエスト歌ってくれて。いやいや。見つめて見つめる。壊れた。またな。メール届いてる時もあるよ。またな。またな、またな。みんな。